ハトバス、株式会社は、と、バス、ハトバス仕様、LTD は、東京都内、神奈川県内で、定期観光バス、貸切バスを運行している会社である。1948年8月、新日本観光株式会社として設立され、1949年3月に、東京都から遊覧バス事業を譲渡された。 現在の社名に解消されたのは1963年。その後数回にわたり、東京都が出資し、現在、ハトバスの資本金の37.9%を東京都が出資している。本社は、東京都オタク平和島5丁目4-1。運輸業である定期観光バス事業、貸切観光バス事業と、旅行業である企画バスツアー事業を主力事業とする。 さらに2003年4月より東京都内の都営バスの一部の業務受託も行っており、時を同じくして神奈川県内にも路線定期観光を含む貸切の事業範囲が拡大されている。大阪で大阪鳩バスの愛称を持っていた緑風観光とは資本を含めて関係が一切ない。大分県別府市にある別府ハトバスは 社名の類似性を理由に、東京は、トバスが訴訟を起こし、2011年11月1日に、別府側が社名を変更することと和解金を支払うことで和解が成立し、後に、別府観光バスに社名を変更した。なお、株式会社は、トバスは、ハトバスについて、バスによる輸送等を指定義務とした商標登録を受けている。東京で、 初めて定期遊覧乗り合いバスが運行されたのは、1925年12月15日、上野を起点として、日比谷公園、銀座通り、あたごん、明治ジングルなどを遊覧するバスが、東京遊覧乗り合い自動車により、運行開始されたのに橋を発する。これは、純然たる路線バス扱いであり、途中の下車観光地から乗車した場合の運賃も、定められていた。しかし、 東京遊覧乗り合い自動車は、経営基盤が脆弱であったため、事業縮小を余儀なくされ、1926年6月17日に、大株主であった、東京乗り合い自動車に路線を譲渡した。東京乗り合い自動車はその車退職から、青バスと呼ばれる愛称で親しまれていたが、この遊覧路線に使用される車両については、黄色い車体とされた。昭和に入ると、遊覧自動車事業、 貸切バスは好調となり、東京乗り合い自動車でも1933年5月には、ジャパンツーリストビューローと提携し、日本では初めての貸切バス長距離運行となる、東海53次遊覧自動車の旅を再興した。さらに、1937年4月1日より、新橋駅を拠点として、日比谷のコーヒーホールや浅草ロック、 吉原遊郭を周遊する夜出発の遊覧バス運行を試みるなど意欲的な試みが目立った。1938年4月1日に東京の折合自動車が東京地下鉄道に九州合併された後も遊覧自動車事業の展開は進められたが戦時職が濃くなる中、1940年9月18日に警視庁から遊覧バス一時休止の指示が出たことにより、 東京における第二次世界大戦前の遊覧自動車事業は終了を余儀なくされた。またその後、1941年の陸上交通事業調整法の制定により、東京地下鉄道の地下鉄事業は、低都高速度交通営団、営岸地下鉄に統合、バス事業も1942年に東京主電機局、後の東京都交通局、トエースに買収された。 このことにより、営業休止状態であった遊覧自動車事業も、他のバス事業同様、東京都に移管されることになった。終戦後、後輩した東京に遊覧バスを再度運行するために、1946年3月27日に、日本観光株式会社が設立された。しかし、市民の関心は、終戦後の混乱で切迫した日常生活に追われている状態で、 既存のバス事業者も休止されていた路線を再開することに専念している状態であり、監督官庁の理解を得るには、時期尚早という状態であった。それでも陳情を続けた結果、1948年には、東京都交通局より、路線バス、貸切バスの事業権と、車両6台の譲渡を受けた。この時、東京都からは、他方面からの支援や協力を得るためには、 新会社を設立することが望ましいという方針が示されたことから、東京都の元次長であった町村金吾を初代社長に迎え、1948年8月14日に新日本観光株式会社が設立され、本社は上野に、車庫は中野に設けられた、後に文京区さすが屋にも設置。創業時の事業内容は団体貸し切りバスのみで、 1949年1月1日に成田山新勝寺発網でのバスを運行したものが最初である。その後、三浦半島、箱根方面も営業エリアを拡大していくことになるが、代用燃料車両は性能が悪い上に信頼性も低く、故障が頻発したという。続いて、同社本来の事業である定期観光バスの運行開始を急いだが、 当初の申請にある東京駅発、新宿駅発の一日遊覧コース計画は当時の燃料事情や車両事情において計画通りの運行は困難と見された。そこで上野駅を出発し、上野公園、お茶の水、皇居、国会議事堂、帝国ホテル、築地、歌舞伎座、日本橋、浅草寺などを半日で周遊し、下車観光地は皇居前、赤坂離宮、 浅草公園、上公園の4カ所としたコースを考案した。当時の燃料事情でも半日コース程度であれば、問題ないと判断されたことから、1949年3月1日付で認可を取得し、1949年3月19日より、東京半日 A コースの運行を開始した。当初の運賃は250円であった。東京半日 A コースは、 その後発着地や下車観光地の変化はあるものの、2009年2月現在でも、運行が継続されている、皇居前広場、下車浅草観音、中店、レインボーブリッジ、通過、お台場、通過、東京タワー、展望国会前、通過。定期観光バスの車両には、平和のシンボルとして、鳩が描かれていたことから、役員会において、鳩バスの愛称を決定し、 ハートマークの横に表示した。また、1950年3月には、新たなシンボルマークが制定された、後日。1950年代後半になると、世相も落ち着いたことから、観光需要は急増した。新日本観光でもディーゼルバスの導入を続け、1953年には、リアエンジン式の大型バスを導入するようになった。また、この頃から、 同社の車両は天窓を装備するようになっている。初期の定期観光バスはオフシーズンの集客に悩んだというが、1952年に燃料統制が撤廃されると、都内のバス事業者が次々と定期観光バスの免許を申請することになる。1951年に国際自動車と国際観光自動車、当時が申請を出したのに続き、1952年には、 国際工業、低山ート、当時、東武鉄道、当時、西武鉄道、当時など、1955年までに、毎年のように、新規参入を目論む、事業者が続いた。新日本観光は、複数事業者に免許が降りると過藤競争を招き、サービスの低下を招くと考え、関係当局に反対陳情を繰り返した。この結果、 運輸省内の運輸審議会は1955年5月19日に都内定期観光バスに関する新規免許は不必要との答申を明らかにした。1952年4月1日から夜の定期観光コースの運行を開始した。午後6時に新橋駅を出発し、下車観光地は歌舞伎座とフロリダダンスホールであったが、地方からの乗客は 銀座の復興ぶりに感激したという。さらにコースの拡充を図り、1952年9月1日からは、戦後初の1日周遊コースとして、都内1日 C コースの運行が開始されたほか、1955年8月1日には、新しい観光資源となった東京国際空港の見学を目的とする社会化 D コースの運行を開始した。一方、 外国人観光客向けには、それまでは貸し切りバスで対応してきたが、1952年7月から初の外国人向けコースとして、昼の外人 S コースの運行を開始した。その後も日本人、外国人旅行者向けのコースとも拡充され、営業収入の増加に貢献した。1953年には本社を銀座に移転、日本国有鉄道との連絡運輸の取扱いを、 開始した。昭和30年代に入ると、日本の交通、観光業界の発展は著しくなったが、それに伴い貸し切りバスのダンピング問題も多発するようになった。また、都内の定期観光バスにおいては、再度6社から定期観光バスの免許申請があった。これに対し、同社は、複数免許反対の主張を崩すことなく、反対陳情を繰り返した。 この結果、1962年4月までには、セリネ外異各社とも申請を取り下げ、都内の定期観光バスの運行は新日本観光が独占することになった。この頃、利用者急増に対応して、1956年5月に東京駅構内に八重洲案内所を設置したのをはじめとして、新宿、錦糸町、本郷にも案内所を設置し、利用者の利便を図った。 コースの充実も図られ、1956年6月には、周遊コースに感激を加えた、感激エッジコースの運行も開始したほか、1958年3月16日には、同社初の郊外コースとして、都内観光の後に、江ノ島、鎌倉を周遊する、都内、江ノ島、鎌倉周遊エッジコースの運行が、京浜急行電鉄、当時との相互乗り入れにより開始された。 また、日本遊覧航空の協力を得て、空から東京を観光するという、陸海空立体 L コースの運航が1958年7月より開始されるなど、独創性のあるコースが、この頃から新設されるようになった。車両面でも、特別な車両が登場を始めることになる。1958年に、走るパーラーと呼ばれる24人のリレーボ付けバスを導入している。 本社も1959年に銀座から車庫のある港区柴高浜町、現在の港区港南に移転している。1958年12月23日に東京タワーが完成すると、早速翌年3月から東京タワーが主要コースに組み込まれた。また、この時に合わせてコースの再編を行った結果、 同社の定期観光バス利用者数は大きく増加し、知名度も格段に向上することになった。この時期には、すでに、東京の定期観光バスとして、ハトバスという故障が浸透していたことから、企業イメージの確定を図るべく1963年9月1日に、会社名を、株式会社は、とバスに変更した。同時に、都内各所や大阪にも案内所を開設した。本校では、 イカ同社を、ハトバスと表記する。観光ニーズの多様化が進むと、ボーリングやゴルフなどレジャーを題材にしたコースの新設も行われたほか、大相撲やナイター観戦などをコースに組み込む事例も多くなった。これは、都市部の整備は新たな観光資源の発生でもあるという観点からのもので、新しいニーズを反映させる企画でもあった。車両面においても、 1963年にはスーパーデラックスバスと称し座席が後方ほど高くなるシアター形式を採用した独創的な車両が登場している。さらに1964年の東京オリンピックにおいてはオリンピックの競技施設をめぐるコースのみならずオリンピックの観戦もコースに組み込んだオリンピックコースの運行も行われた。これらのコースは オリンピック終了後も施設めぐり、コースとしてしばらく運行が続けられた。また、外国人向けのコースについても質的な強化が行われ、ホタル狩りから産業施設の見学などが盛り込まれたコースが多数、設定された前後して1963年には日本交通公社の外国人向け日本国内ツアー、サンライズツアーに参画している。しかし、この頃から、 モータリゼーションの進展に伴い、乗用車を利用する観光客が次第に増加、定期観光バスの業績を圧迫することになった。また、東海道新幹線の開業と引き換えに、夜行列車の大幅な削減が行われたため、夜行列車の待ち時間を観光に、利用という形態が失われたことから、夜のコースに大きな影響を与えることになった。その一方、首都高速道路や、 透明高速道路の開通は所要時間の短縮という効果を生み出すことになったが、特に首都高速道路については車窓景観を売り物としたコースの設定にも活用されることになった。特に1965年に運行された新東京ドライブコースは、イスズ BX341PA の車体上部を切断してオープントップバスに仕立てたものであった。 新しい発想のコースも次々と開設された。結婚適齢期の女性を対象として、着物着付けやテーブルマナーを学ぶ、ブライダルコースをはじめとして、受験生向けに大学を回るコースや美容に関係す、る、施設を巡るコースなども開設された。なお、1970年3月15日より、大阪で日本万国博覧会が行われたのに合わせ、 浜松町の貿易センタービル内に案内所を新設し、期間限定のコースも設定したが、さほどの影響はなかったという。しかし、万博以後のレジャー志向は高級化が顕著になったため、ハートバスでも高級志向のコースを設定することになった。1971年2月に帝国ホテルなどの高級レストランやクラブを周遊する夜間ミスとして、 ワールドナイトウェイコースの運行を開始したのを皮切りに赤坂、六本木、新宿のクラブを巡るコースが開設された。昼間のコースでも帝国ホテルやマキシムドパリを回るコースが登場している。個性的なコースの開設もバスに高団市が登場し高団名場面を巡る大江戸ハイライトコースなどが運行しされている。車両面については1971年5月に 窓の大きいオリジナル車体を仮装したスーパーバスが登場した。ロケットのような冷房ダクトを屋根状に搭載し、荷物棚まで省略して窓を拡大したこのバスは後年の増備で9台にまで増加し、1980年代まではとバスの看板車両としてパンフレットや広告などにも登場していた。本社と社庫を現在の平和島に移転したのもこの頃で、 1969年に映っている。しかし、1973年のオイルショックは、バス事業者全体にも深刻な影響を及ぼした。ハトバスでもコース再編などを行い、走行キロ数の削減に努めた。さらに、地方の若年労働者が地元へ就労するケースが目立つようになり、バスガイド不足が顕在化することになった。ハトバスではこれに対し、 1972年秋からアルバイトガイドの採用で対応するとになった。さらに1975年3月からはアルバイトの定時採用に踏み切り、1977年移行性社員としてのバスガイド採用数が回復するまで続けられた。1976年の国鉄運賃値上げにより定期観光バスの利用者数の減少に拍車がかかったことから、 特に昼間のコースについては、大幅な改定が行われ、コースごとの特色を全面に押し出した、コース構成変更されていった。一方で、貸切バス需要は1974年以降は、増加傾向にあったことから、開園性郊外コースの増強に注力することになり、郊外コースは、マザー牧場や犬坊崎など、さらに東京から離れた場所へ向かうコースが多くなり、一泊二日の、 コースも登場した。東北上越新幹線の開業した1982年からは定期観光バスのコースの見直しを行い、新幹線利用者をターゲットとしたコース設定を行った。また、車両面でもドレクメーラー製のダブルデッカーを導入。ダブルデッカーは新しい看板車となり、定期観光バス利用者数の増加にも貢献した。年には、 ドレクメーラー製のヨーロコメットを導入したが、これは1960年代のスーパーデラックスバス以来のシアター形式のスーパーハイデッカーであり、ハトバスの新たな看板車となった。また、1983年4月15日には東京ディズニーランドがオープンし、ハトバスでは画期的なレクリエーションスポットとして東京ディズニーランドを組み込んだコースを複数設定したところ、 大変な人気コースとなり、定期観光バス事業を支える主要な柱の一つとなった。1988年10月には、C ライン東京を設立、同社のクルーズ船、シンフォニーを組み合わせたコースも設定されていい。バブル経済の崩壊は、ハトバスにも影響を及ぼしていた。経営面では1993年から4年連続で赤字を計上。 累積の借入金は70億円に達していた。そこで1998年に従業員の賃金カットや不採算コースの廃止、鳩バス旅行の生産などのリストラを行い、並行して社員のお客様満足向上と意識改革に取り組んだ結果、1998年度には3億6000万円の形状黒字を、形状を、2002年度には累積赤字を解消して、 腹杯を実現した。大井競馬場上き無料送迎バスは、4月から10月頃のナイター・トゥインクルレース開催日と、東京大賞典が開催される年末に運行される。ハトバスの定期観光とバスツアーは似て、非なる要素が多いので、対比すると以下のようになる。定期観光バスをはじめとして、国内の観光バスをリードする、様々な特徴ある車両を、国産、 輸入入にかかわらず導入ししててきた。2009年現在で台を保有している。国産の一般タイプは、イスズ自動車製の大型スーパーハイデッカーが、中心、イスズ自動車が、大株主のためで、スーパーハイデッカーの一部と口実するハイブリッド車で、日野自動車製が加わる。他社のようなハイデッカー車は、ハイブリッド車にとどまっており、全体的にレベルが高い。多くは、 補助席付き55人乗りタイプ、貸切車については、ポップス、ポップスの相性ありであるが、イスズガーラ、初代をベースとして、自社主催ツアー向けのホルテ氏も、ピアニ氏もと称する、三列席を備える2タイプの高級観光バスも、保有する。なお、二代目セレガガーラ登場以前の、スーパーハイデッカーは、富士中工業製の車体を中心に仮装したため、 フロントウィンドウにセンターピラーが入った上下2枚、窓タイプを採用していた。少人数貸し切り向けの9メートルクラスの車両は2005年頃から一時、中断していたが、2013年に三菱不走、エアロエースショートタイプ MM が加わっている。また、2011年頃までは、紙コーチ仕様と称する全長11メートルクラスの短尺車を、1960年代には、 マイクロバスも保有していた。2008年6月には、創立60周年記念事業の一環として、日のセレガハイブリッドを導入、同年7月19日より、都内の定期観光バスに収益している。セレガハイブリッドは2010年にも追加導入され、2012年からは、毎年導入されている。2014年には、ツアー専用車、ピアニシモイの後継機、 ピアニシモ e を導入、同時にトイレ付き36人乗りのツアー専用車、レガートも導入された。ピアニシモ EE は2015年に1台が追加導入されている。1980年代の輸入観光バスブームで、ドイツ製の2階建てバス、ドレクメーラーメテオール E440 が2世代に渡って導入され、定期観光の2階建て車使用コースの主力として活躍していた。 1996年から2009年までは三菱、不装、エアロキングが導入される。1997年にベルギーのバンホールアストロメガ TD824 が導入されたが2台にとどまり、2005年3月からハローキティバスとして活躍した。2016年にはハトバスとしては初となるスカニアのシャーシを採用した2世代目のバンホールアストロメガとなる。 TDX24 が導入されている。1983年に、アンダーフロアコックピットタイプのドイツケスボーラ社製、スーパーハイデッカー、ゼトラ S216HDS が、貸切車として、1987年に、ハト、マルクン、皇術の先祖といえる劇場型のザ配列、シアターフロアを採用した、ドレクメラーヨーロコメット E330H が、 定期観光用に導入されていた。車両の後ろが2階建て構造となっている、スーパーハイデッカー、ボルボアステローペ、B10M、車体は、富士重工業も2世代にわたって導入され、初期に貸切車として導入されたアステローペは、後部サロンを吹き抜けとしていた。昭和40年代には、スーパーデラックスバスを改造した。 オープントップバスが運行されていたが2009年11月に運行を開始したオープントップバスオーソラミオはドレクメーラーメテオル2台目を改造2012年からはエアロキングもベース車に加わるまたアシトロメガも2011年4月に1台がオープントップバスに改造され2012年にオーソラミオに編入されている2013年にはバスから エアロキングを2台譲り受け、ディーゼル車規制条例に対応するため、DPF 取り付け改造を施している。なお、オーソラミオで運行するコースは、事故防止のため3歳下の乳幼児は登場できない。ハトバスオリジナルのバスも存在した。最近のものは、創立50周年を記念して2001年に2台、作られた、シアターフロアの特別車、パノラマビューは止まるくんがあり、 アステローペと同じボルボ製 B10M シャーシに東京特殊車体製のオリジナルボディを仮装したもので特定の定期観光コースにのみ運行され2013年に引退し浜通り交通に譲渡された1970年代には同じ東京特殊車体で製造したシャーシは三菱不装製スーパーバスと呼ばれる大型窓を備えたバスがあり人気を集めた さらに遡れば、1960年代には、京成自動車工業と柳瀬が手掛けた2種類のスーパーデラックスバスも用意していた。1998年に自由乗降性の、くるり、東京号として、中型車、イスズ LR233J が5台、導入されたが、あまり振るわなかったため2年で打ち切られ、大森駅、平和島の本社送迎バスとして使われた後、 売却された。前室のスーパーバスを皮切りに1979年からは基本的に黄色をベースとしているが近年は明るめの色に改めている。二階建て車と輸入車の一部は製造国のドイツ及びベルギーの国旗をイメージで赤と黒をアクセントとしていた。シンボルマークは昭和時代は赤丸と白い鳩となっていたがこれは 東京芸術大学の高田章二郎教授のデザインにより、1950年3月に制定されたもので、日本を表す日の丸を描き、日の丸の中には、日本橋を描くことで基準を東京に置くことを表し、その上に、鳩の飛翔する姿を排することで安全かつ海賊で、あると同時に平和を象徴するというものであ。1989年からは、 H と B をアレンジしたものを採用する。1991年に当時導入した日のセレガ FC において、農生色をベースにした車両が導入されたことがあったが、後年黄色ベースにされている。また、くるり、東京号では黄色ベースではなく一台ごとに異なり、赤、青、緑、水色、桜色をベースにしていた。2004年には、 都内定期観光バス運行55周年を記念して、一部車両に1960年代のカラーリングとシンボルマークが再現され、特別コースも運行された。2008年、2010年、2012年に導入されたセレガハイブリッドでは、外装は黄色から緑へのグラデーション、内装は緑を基調に木目風の床を採用する。2014年に登場した。 ピアニシモイ、e、ーでは、漆黒をベースに金色、または銀色の水引きをイメージしたラインを配している。水引きのラインは、同時期に登場したレガートにも採用されている。東京都が筆頭株主であることもあり、2003年度の杉並を川切りに、都営バスから路線バス運行業務を自宅している。ハトバスは定期観光バスが乗り合い事業として、 すでに営業しているため、受託のために都営バスから譲渡された一般路線はない。このほか、JTB も株主になっているためか、有楽町の東京交通会館に JTB の代理店を設置していたが、2011年に閉鎖された。2006年からイメージガールを採用している。パンフレットやポスターにバスガイドの制服姿で登場している。 歴代のイメージガールは以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。